ノースチャールストン駅はサウスカロライナ州ノースチャールストンゲーのアベニュー4565にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。美しいラインと最小限の装飾によって特徴付けられる当時人気のミッドセンチュリーモダンなデザインを反映している駅舎は1956年にアトランティックコーストライン鉄道の駅として パークサークルの近くに建設され、開業した。1997年以来、ノースチャールストン市や地域の交通事業者は、アムトラック、チャールストンエリア地域交通局と都市間バスやタクシーを提供するため、新しい一貫輸送ハブを建設する議論をしてきた。一貫輸送施設は、現在の駅舎に隣接して位置し、待合室、 チャールストン地域交通局とアムトラックのための執務室やコミュニティルームなどがある。ノースチャールストン市は費用を1400万ドルと見込み約1300平方メートルの面積の施設は2017年にオープンする予定である。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。